中ね、もう対比 with パワーアップキット実況を始めていきたいと思います。前回は雄造寺高信編クリアしたということで、また新しく全国モードで始めていきたいと思います。今回をやるのは1567年天下布武、天下布武シナリオの前に、シナリオ設定ね、難易度上級で OK、 上級で今回歴史イベントは発生すれば、歴史イベント発生させて、天下布武でやっていきます。1567年天下布武シナリオの織田信長が主役のシナリオなんだけど、こっちの方のもう一つの織田の方に行きます。皆さん大好き織田氏春です。戦国最弱を行きましょう。こうなったら容赦はせぬぞ。心なし副長不死鳥がごとく。この心なし必ずや果たしてみせようぞ。志向かですが、大名部隊が改装しても戦況が悪化しない。改装した部隊の復帰が早くなる。改装が復帰した時に戦闘力が上がる。まるで改装すること前提のような条件になってるんだが、改装すること自体が非常に危険な状態なんで、あんまりこれがなかなか効力が発揮されないというか、で決戦で先方ゲージが増えにくくなり、非常にきつくなります。非常にきついです。で民中が上がる、これはいいな。拠点を失っても民中が下がりにくい。古参武将の忠誠が上がる。
これはまあ旅中が上がるのはいいね。旅中が上がるのは拠点失っても旅中が下がりにくいっていうのやねんけど、今現状拠点一つなんで拠点失っても旅中下がりにくいんだが、ゲームオーバーになります。まあこれはまあどうだろうな。ただそこまでいいものではない。で、古参武将基本的に常に青にするんで、これもはっきり言ってあまり意味がない。古参武将の忠誠が上がるっていう。で、災害の被害が増える。これがもう結構きついです。で、なんで志効果、メリット効果が弱く、デメリット効果がきついやつが多い。弱いね。弱いね。諦めの悪いお方。諦めの悪いお方。ご命令を。いきなり部下に諦めが悪いお方。おめえは佐竹里美に、宇都宮に、同盟。今回の目標ですが、とりあえず目の前の北条ですね。北条が敵。で、このまま北条を敵として戦っていって、まあ、ラスボスは、この時代もう今川は無理なんで、ラスボスは武田かな。武田かな。武田になるかな。もし織田が伸びるようだったら織田まで行くかもしれないです。織田がどれぐらい伸びてくれるか、織田が伸びてくれるんだったら織田まで行くかもしれない。武田で終わるかな。武田で終わるかな。上杉の方行ってもしゃあないかな。で、なんで、それが今回の目標ですね。とりあえず北条を倒して、北条を倒して、武田に行く。武田に行って、あとは、織田がどれぐらい伸びてくれるか。で、うちの部下たちですが、まあ、杉の矢さんは強いんで。この人は、そこそこ、強い。織田氏春。そっか、統率50か。ただ、むちゃくちゃ弱いってわけではない。とんでもなく弱いってわけではない。例えば、どこにいる？氏真なんてこれだもんな。氏真なんてこれだもんな。氏真とか、まだ残ってんのかな？まだ残ってるよな。一条兼里なんてこれだもんな。まあこの辺と比べるとむちゃくちゃ弱いわけではない。むちゃくちゃ弱いわけではないが、まあね、前線に立てるようなタイプではないな。まあこれもちょっと前線に立つのはちょっときついや。足止めか、足止めするぐらいだったら回避使いたいんだよ。でも統率68ってナンバーワンなんで、うちで。とりあえず部隊長かな。回避使えないな。回避したいんだけど。統率44。奮闘。統率31。
盗撮31やけど規制崩しはなかなか盗撮31の竜34とうーんきついきついよきついよきついよきついんだけどきついんだけど星1個が最高星1個が最高ねとりあえず外交状況どうなってるかっていうとさっき言ったように宇都宮、佐竹、里見と同盟里見は多分すぐ食われるなぁなす結城とか佐野とかが北条と同盟ね北条が、今川と本因同盟を結んでるけど上杉はどこかね上杉こっちの方との同盟関係なしとりあえずこの辺集めて結城佐野集めてやっていくべきかな戦場上限がもうひどいんですよ戦場上限もうちひどくて75,000まあ無理だね25,000佐竹が佐竹さんね佐富さんね宇都宮4年ここ攻めたいんやけど能力的に無理があるかしこまりました。親善、佐竹とは親善をやっておきたいです。佐竹とは親善やっておきたいです。ご命令を。6,000集めて。6,000。いや、8,000集めて。対面や、対面、何もなりません。まあ、宴会するぐらいやな。宴会するぐらいしかない。対面もな、弱いんだよな。とりあえずこの辺か。那須行くか。那須が一番やりやすい。那須って、ね、どこともやってへんやないか。いや、里見が。でもな、里見は実質すぐ食われると思うよ。
られるよ、里美。別に里美は切れてもいいかなって思う。ナス行こか。ナス行くのに手やと。ナス行こう。ナスケ。いわゆるサタキ切るのはあかん。サタキ切ったら死ぬ。なんかもう、こんなところまで行くんかって。でも、ナスは行く。ナスは行けんで。ナスは行くで。ナス行く。どうなった？先生、いや。容赦はせぬぞ。もうこれはしゃないやん。さとみは食われるから、すぐ食われるから絶対。手を貸そう。こっちと、力を貸すぞ。こっちは、うちの味方で援軍を借りたいです。おーじゃいないか。兵道なだって、うちで行ったら絶対よっかったっす。でも能力的に負けてんねん。能力的に無茶があって、能力的に無茶があって援軍借りたいんよ。宣戦布告上杉とか上杉に宣戦布告。兵糧が欲しいんだよな、兵糧が。武田に宣戦布告。やるか、やるしかないな。武田に宣戦布告。こうなったら容赦はせぬぞ。兵糧か、もらい受けよう。兵糧もらい受けよう。あっしな、二本松とか田村とか行くか。日本バスの先生。こうなったら容赦はせぬぞ。力を貸すぞ。これやるんやった。自分は間違えてんな。里美は後に、那須は後にすぎれちゃった。田村に先生。こうなったら容赦はせぬぞ。力を貸すぞ。容赦はせぬぞ。上杉は場合によっては同盟結ぶんで、上杉はやめとく。これでちょっと兵糧が増えた。佐竹かかります。5900 6000 6000 6000 6000。でもこっちからは来んねんな。大田原かが来んねんな。あ、帰った。北条武田。これ、おさく。相馬が勝つ。一
けんな、いけんな、いけんな。バイアル。ここでこっち買ったら、カラス山が一人。場合によってはさっき大田原行くかも。行きましょう。2100対1000。場合によってはさっき大田原に行く可能性もある。大名部隊改装した。大名部隊改装した。もう負けやで。なんかな。敵がすごい強く思える。53、90、53、58。うちのエース66の73。やはぁ、きつい。川を渡るのもきついよ。川渡らんのも限りか渡るのも限りか渡るのも。始めるぞ。ご命令を。真壁が死ぬ気だな。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。手を打ちましょう。叩きのめせ。こっちから攻めやんの無理やん。ご命令を。覚悟せよ。敵の居所知れました。全部そんなわけ。ご命令を。覚悟せよ。このままでは当たってるわけではない。やりたい。前へ。攻めてください。覚悟せよ。ご命令。覚悟せよ。手を打ちましょう。叩きのめせ。やりたい。前へ。我らが力示すは今だ。敵の居所知れました。この戦これで終わらせる。全滅狙いたいな。手を打ちましょう。敵の目線。ご命令を。始めるぞ。やりたい。前。やりたい。前へ。我が覚悟お見せしよう。ゲチ。覚悟せよ。手を打ちましょう。始めよう。これほどとは。掴んだ勝機逃しはせぬ。やりたい。前へ。このままだ。切り草か。引くぞ。ご命令を。覚悟せよ。手を打ちましょう。ご命令を。始めるぞ、ゲチ。覚悟せよ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。
覚悟せよ。手を打ちましょう。始めよう。ご命令。覚悟せよ。ゲチ。始めるぞ。やりたい前へ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 。手を打ちましょう。始めよう。ご命令を。始めるぞ。ゲチ。始めるぞ。我が覚悟お見せしよう。全然動けない。後期。これほどと。やりたい。前へ。我らに勝とうなど10年早いわ。殲滅。かたじけない。これより表情を行う。とりあえず農業商業やな。農業商業じゃないな。とりあえず、いや、織田氏春が言ったところでしゃべる。それでも論議やとか。農業論議やな。これにて表情を終える。強いのは論議と農業が強い感じ。とりあえず農業を尊重して、家臣を尊重して、軍人。ゲチ。17日。いけるいける、いけるいける。承知いたしました。武田北条は八王子をガンガン行ってるな。今川に行って上杉ともやっていて、結構武田がきついぞこれは。富士吉田に攻められて、つつじヶ崎にも攻められて、武田つらいね。結構これ武田つらいね。まあ武田にやってる間にこっちはやります。我ら王道を行かん。若さ、もらったぞ。ただ500人しかいない。落とせるか。でもな、部分入場して、部分入場してで合流します。合流します。舞台を開けます。
出陣せよ。これでいけるんじゃ。手を打ちましょう。いけないか。出陣せよ。いけないかい。電スパイ電線。はい、大田原、苦労せずに落とせる。はい、18日行きましょう。ゲチよ、残り5分。ナスケを滅ぼして、かしこまりました。これね、回避持ちがいっぱいなんですよ。ここ回避回避回避、能力的にも結構です。うちではもう即戦力なんで、うちでならもう即戦力ですよね。十分だ。さて、帰って、中性がやばいはず。中性がかなりやばいはず。中性がかなりやばいはずだよ。中性がな、真っ赤や。真っ赤っていうほど感じでは。こうなるんだったら。片付けない。大関だけはとどめておきたい。片付けない、片付けない。よし、大関はあと上司にすれば OK。 わしゃないぞ。片付けない、片付けない。あとは任命上司に、任命大田原に、大関います。はっ、すげえな。よし、かしこまりました。さて、これでとりあえずは終わりかな。
助けを送ったところで本日の実況ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。